もう子供が20にならないといけないんじゃないですか。え、そ、まあ、まあ、そんなに大きくなるまで、ま、パパ遊ぼうなの？それは嫌だな。あ、パパ遊ぼうっていうか、その、なんだろう、うん、多分、まあ中学生になっていったら多分だんだんと遊ぼうっていう言葉減ってきて、うん、逆に、なんだろう、まあ車好きだったら車のことについて一緒にやろうとか、なんか改造しようとか、そう改造するの、まあ、一緒にやろうって、バイナル貼ろうとか、ウィングつけようとか、いろんなカスタムとか一緒にやろうとか、うん、もしかしたらそういう面に関しては頼られるかもしれない。やばい、俺車は全然詳しくないんだけど、今のうちに勉強してないですね。 今のうちにあの YouTube とか結構改造してる人たちの動画上がってます、ね、うん、いやけどそうやって勉強して子供がもし車に興味示さなかったらどうする？まあ悩むよ。まあまあでもとりあえず子供がもし車に興味あるんだったらっていうんだったらもう勉強していいんじゃないですか、うん、もしなかったらまた、まあ、その子がもし、うん、メイクとかあるのでメイクのメイク男の子、うん、まあ、まあ、まあ今の世の中はでも別に性別っていう、うん、まあ、別に気にしないので、あの、まあ、皆さん個性がいろんなのがあって、うん、まあ、素敵だなと思うので、まあ、そこに関しては別に男女関係なくメイク、まあ、しますので、うん、そうですね、それはわかるんだけど、うん、そう考えると何から勉強しといたらいいかわからない、うん、まずは基本中、うん、ナチュラルメイクからじゃない。いやいや、メイク、子供がね、あのどういうことに興味を示すかわからないから、うん、広く浅く、うん、で今メイクの話が出るまでは広く浅く男の子が興味を持つようなことって言おうとしてたんだけど、メイクまで出てくると女の子も興味をする、うん、まあそうですね、男の子が必ずかっこいい系ではなくて、うん、可愛い系の人もいるので、まあ、あの、とにかくね、必ず男らしくっていうわけではなく女らしくってわけでもなく、もう幅を広めて、うん、全部の幅を広めた方が効率的にいいんじゃないかなと思います。けれどね、これだけのことは勉強しとかなきゃっていうのはなんかね、今強引に広げられた気分、あ、うん、まあ、そこまで、まあ、ちょっと子供吸収できるかな、子供のなんか制限はさせたくないですね、うん、でしかもね、男親が男やつごめんな、俺がメイクの仕方を教えた。いやでもそこは絶対笑うじゃん。いやでもそこはそこはお母さんからちょっと学んでいって、うん、でお母さんに上手くなったら自分で教えていくのもいいと思うし、うん、まあ、今だったらもう YouTube とかでもなんだろう、メイクの動画とかも上手い人たちもいっぱいいますので、うん、そこから参考にしてみていいんじゃないですかね、うん、もしもう息子、あの娘さんがそのメイクとかに興味を持つんだったら、まあそれでいいかなと思います。ん、今娘って言った、うん、あ、娘さんはあのいないよ、息子だよ、うち息子さんですね、うん、今そのままうんうんとか言っちゃったけど、うち娘いないしじゃあ息子さんがもしじゃあメイクに興味があるんだったらもう YouTube とかで調べたいとか、うん、まあ、調べ物で今ググればググればまあ出てくるんだけどね、うん、まあだからそれだけはちょっとパパ学んできてないから教えることはできないな、うん、今から勉強しておけって言われても、今から自分が化粧で練習するの、まあ、化粧、まあ、化粧だけじゃ肌荒れしちゃうので、まずはまあ美容、うん、肌をきれいにさせること、まあ要はケアですね、ケアからさせることを重心に教えていった方がいいのかなと思います、うん、まあ、化粧は別に後からでもいいと思うんですけど後からでもって、あの、まずはケアから大事ですので、ケア顔をきれいにしてから、そしてあの、まあ、なんだろう、なんか中性的な、まあ、ジェンダーレス系男子になりたいんだったらそういう方面にしたいんだったらそういう系にしたらいいとか、うん、なかなか難しい問題っすなもしその子がその無駄毛とか嫌だっていう人だったらもう、うん、あの脱毛器買ってみて実践してみたいとか、脱毛器か、うん、まあそのアマゾンで2万円かな、違いますね、1万円以内でも買えますので、うん、なんか脱毛もね、うん、昔の悪夢じゃねえか、うん、大学の時の友達が、男友達がね、男友達、やっぱりあのひげが濃いこと気にしていて、どっからかの脱毛クリームね手に入れてきて顔に塗ってかぶれて合わなかったらしくていや脱毛クリームちゃんとあれ見ないと大変ですよ、うん、あの顔用とかもじゃあれはするんですよ、ああちゃんとそれを塗らないとハゲちゃいますよ、とにかくね、こう顔のね、口の周りとかが赤くなってる姿を
思い出しちゃう俺は。生で見ちゃったって。生で見ちゃった。うん。っていうかうちのアパートに遊びに来てて、それでなんかね、はい、うちでやったんだよそれ。え？マジですか。うん、だから。なんかもう なんつってね、それでまあそれを見てねちょっとうわーっと思ったの。脱毛というとどうしてもその時の顔の口の周りが真っ赤になってるのを思い出したの。かわいそう、かわいそうじゃん。うん、いや俺はちゃんとその時あのすね毛で練習したから、試したから。すね毛俺はすね毛で練習したよ。それ本当に抜けるのかなと思ってやったら、あ本当に確かに抜けたわと思って。うん、うん、確かに今の除毛剤とかもね、すぐ抜けちゃいますからね、うん、だからそいつはあ、じゃあこれ顔でも大丈夫かなって言って顔に塗って痛いとか言う。うん、いや除毛よりは普通にね、脱毛器でピピピってやった方が、ああ自分もそれでやってました。うん、まあちょっとあのサプリメントとかでその女性ホルモン、うん、まあちょっとそれでなんだろう、補充補助してるので、そのヒゲとかはそういうあんまり入ってこないんですけど。そうなの。ああじゃあ俺もちょっと最近あのヒゲ剃るのめんどくさいから女性ホルモン取った方が。まあ、なるべくあの精子をあのなくさないような程度、まあ死なない程度。死な、うん、死なない程度とか不妊しないような程度までだったらいいんじゃないかな。そしたらあのヒゲとかも。うん、薄くなってくるし、るその、まあ、肌が白くなってくるし、うん、毛なんだろう、まあ、体全体の毛が薄くなるんですよ、うん、まあ、あと女性っぽくらしくなるし、あ女性っぽくなる必要ない、うん、まあヒゲを減らしたいなって、まあヒゲも減らしたいんでしたらもう、うん、サプリメントでいいと思います。ただあの胸とか大きくしたいんだったらもう女性ホルモン、胸は大きくしたい、女性みたいな胸を大きくしたいんだったらもう、うん、女性ホルモン打った方が一番効率的に、なるほど。